皆さん、こんにちは。アフタービートギターチャンネル、2009年に開設してからいつの間にか9年目に突入でございます。滝沢でございます。皆さん、こんにちは。今回の動画は、ソロギターの作り方、ソロギターのヒントのお話をさせていただいておりまして、1本目の動画で、ステップ1、メロディーを探る。ステップ2、ベースを探る。ステップ3、ベースとメロディーを合体させるぜ。Oh yes, fusion! というところまでやりました。今回のこの動画では、ステップ4、コードを探るっていうところと、コードつけたすか。コードを付け出すというところと、ステップ5、ギターに弾きやすいようにアレンジをするというところまでやっていきます。ちょっとこのね、ステップ5やってくると結構知識の話が出てくるんですけれども、頑張ってついてきてきてくださいませ。はい、そんな感じでございます。レッツスタート、イェー。とりあえず、1本目の動画で、こんな感じで、メロディーとベースを同時に弾くというのを練習しました。これでも別に悪くはないんですけども、メロディーだけとかね、ベースだけよりも、だいぶ花があるというか、だいぶ厚みが出てきた感じはするんですけども、ちょっと寂しい。なので、この間に、コードの音を付け足していきます。ここに書いてあるコード、このコードに沿ってコードを付けていきます。ちょっと最初すっ飛ばして、ごめんなさい。G から行きましょう。ここから行きましょう。ここから行きましょう。ベースが6弦を使ってます。6弦でベースを奏でてます。そして2弦でメロディーを奏でてます。で、鉄則としては、メロディーよりも高い音を出さない。つまり、メロディーで2弦使ってるので1弦は使わないということです。2弦でメロディーを弾いてます。で、ベースは6弦で弾いてます。6弦でベースを弾いてるんですけど、ベースよりも低い音は出さないと。まあ、6弦でベース弾いてるからね、これ以上低い音は出せないんですけれども、鉄則としてメロディーよりも高い音は出せない。ベースよりも低い音は出せない。これを鉄則としてやっていきます。なんでかっていうと、メロディーよりも高い音をコードで出してしまうと、こっちが目立っちゃって、メロディーが埋もれてしまうんですよ。で、ベースよりも低い音を出してしまうと、そっちがベースっぽく聞こえてしまって、なんか響きがごちゃごちゃっとなってしまうんです。なんで、この鉄則を守りながら弾いていきます。2弦で今、メロディーを弾いている、6弦でベースを弾いている。なので、この合間の3弦、4弦、5弦を使って、コードを弾いていきます。で、基本的に、フィンガースタイルの場合は、4本の指を使っていくので、仮に6弦で親指を使って、2弦で薬指を使っていくとしたらば、残りのこの2本の指でコードを弾いていくわけですね。で、幸い、G コードの場合は、3弦、4弦が開放で、弾けるので、このまま開放を付け足していきます。こんな感じですね。で、このままボリンといったら、適当にコードをまずながら弾いていきます。で、その次、A4G。人差し指でこの A を弾きながら、こういうコードですね。ブーンといったら、222で、ソ、ミ、ラ、ド。これで A4G の完成。これに合わせてメロディーの音を、ファーラ、ファー、ファーミンを弾いていきます。ファーラ、ファー、ファーミン。まあ、厳密に言えばね、その指が1本足んないんで、予言の音はちょっと捨てて、ここと、ラ、ド、ファ。この4本弾いていきます。で、まあ、予言押さえても押さえなくても、どっちもいいですね。親指で弾いちゃってもいいですし。どっちもいいです。で、ちょっとこの状態だとなかなか弾きづらいですよね。ミの音が弾きづらいですよね。ファラ、ファ、ファ、ミー。この音が弾きづらい。ちょっとここで開放にしなきゃいけないから。こういうときにちょっとプラスアルファのアイデアが必要になってきます。打開策1としては、2弦の5フレットでミの音を弾くというパターン。これがまあ正統派というか、オーソドックスなのが打開策ですね。で、僕はこのオーソドックスの打開策じゃなくて、もう一つの横着なパターンを使っているんですけども、これはステップ5で説明をさせていただきます。とりあえず、この G4A を弾きながら、ファラファファミンを弾くと。で、その次、レーレーといったら F シャープマイナー。F シャープマイナーは、こういうコードですね。けど、ちょっとコード進行を変えて、F シャープマイナーにします。こんな響きですね。で、
メロディを弾いていきます。で、この後にちょっとプラスアルファがあるんですけども、プラスアルファをすっ飛ばして、ドレミドラソファミレソファミレで、レで B マイナーに行きます。B マイナー。C の音とレの音を弾いてます。で、合間にレとラを付け足して B マイナーセブンスを弾いていくわけですね。つなげてやってみると、こんな感じ。シ、あと、ジの音から、レ、ミ、ファ、レ、シ、レ。で、その次、A4G。で、2弦の5フレットでミの音を対応します。レ、レといったら F シャープマイナーセブンス。で、B マイナーでレを弾きながら、B マイナーセブンスを弾くと。で、シ、ラ、シ、レといったら、E マイナー。 E マイナーはちょうどその開放弦で済むので、すごい楽ちんですね。で、その次、A コード。ファラファファミ。さっきと一緒ですね。ファラファファミの音が、やっぱり、ミが弾きづらいんで、2弦の。フレットで対応しちゃいましょう。で、その次 D に行きます。そのままですね、ちょうど D コードを押さえればメロディーがファの音にとファに乗っかるので、で、その次、D を C。D を弾きながら、ドの音を弾くと。ちょっと後半部分にゆっくりいってみましょうか。ファからいきます。ファ、ファ、ミ、レ、ミ、シ、レ、エ。ファ、ラ、ファ、ファ、2弦の5フレット、ミ。で、レ、ミ、ディ、ファ、ラ、シ、レ、ン、ラ、ラ、ラ、シ、ソ。こんな感じになります。で、一番最初は、ラララシー、F シャープセブンス。運指になります。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。ステップ1でメロディーを探って、ステップ2でベースを拾って、で、ステップ3でこれを合わせます。で、その合わせた後のこの真ん中の隙間の部分ですね。この隙間の部分で使ってない弦を使ってバッキングを弾いていくと。これがそのステップ4になるわけです。で、ここまでできてきたならば、ほぼほぼ完成なんですが、ちょっとやりづらい運指がいくつかあるので、これをギターに有利にアレンジをしていきます。どうでしょう、どうでしょう、ついてこれておりますでしょうか。メモを取りながら、わかんないところがあったら、どんどん巻き戻しをして、ついていってくださいませ。はい、ステップ5。ですね、順番にいきましょう。まず、パーン、この部分なんですが、ちょっとね、このステップ5、人によってはね、人によってこのいろんなやり方があるんです。このアレンジの仕方というか、アイデア、勝負のところもありますし、知識勝負のところもありますし、センスの見せ所でもありますし、ちょっとこのステップ5は本当に人によってはいろんな結果が出てきます。今からステップ5解説をさせていただきますが、僕が思うに、この曲をアレンジするとしたならば、こんな感じになるかなっていう、滝沢アレンジでのステップ5なので、ちょっとそこは、一つ念頭に置いていただけると嬉しいなという感じです。順番に行きましょう。ちょっくら難しい話が出てきますが、頑張ってついてきてください。ラララン、シーン。で、その次、F シャープセブンスで、弾くんですが、
この時に、その、僕が思ったのは、その、セブンスの音が含まれてないなと思ったんですよ。つまり、ミノートですね、ミノート。ミノートはね、ここ予言に存在してるんですけれども、ミの音を弾くのが、ちょっと弾きづらいと。あと、なんか、あんまり美しくねえなと。なので、ちょっとボイシングを変えて、ラララシーと言ったら、こんな感じのボイシングでいこうと、僕は思いました。このファ、ラシャープ、ミ、ファですね。で、この人差し指を、このフラットナインですから、解決すると。面白いもんで、その高音になれば高音になるほど、なんか音が密集してる方がなんか綺麗に聞こえるんですよ。低音の方でこうね、音が密集すると、ちょっとこうね、不協和音っぽい感じの響きがしてしまうんですけど。ちょっとこうね、ごつい響きがするじゃないですか。でもこうじゃなくて、なんかこう密集するとなんかすごい響き、綺麗な響きがするじゃないですか。これをまあちょっと狙って、ちょっとボイシングを変えて、幸せとのところをちょっとアレンジしているような感じです。で、その次 G に行って、ここら辺は普通、いつも通り。で、この後。さっきこの最後の。パラパラ。とか弾きづらいなって話をしてましたけれども、ここの横着する方法というのは、もう全部開放を弾いちゃうという方法です。これね、広い意味でいくと、コードが変わっちゃってるんで NG なんですけれども、普通に弾いてる感じね、聴いてる感じ、弾いて聴いてみた感じ、そんな変な響きがしなかったから、ありとしちゃいました。こんな横着の方法もあるという感じです。で、その次。で、この後。このプラスアルファのところで、このラシャープを弾くとぐっとドラマティックな感じがするので、あとに、A シャープディミニッシュですね。を挟むと。で、B マイナーの音は、B マイナーの音にちょっと A っぽくコードを押さえると。で、その後、この辺からちょっと運指がだいぶ変わってきます。シレと言って、ファファミレミでさっきやってましたけども、シレをこんな感じの運指でやっちゃいます。シレン。で、そのままファ。こんな感じの運指でやっちゃいます。なんでこうなってるかっていうと、そのシレって運指が楽っていうのももちろんあるんですけども、この後に来るこの Em。この時にその E マイナーセブンスにしてちょっとおしゃれ感を出したかったので、レの音を加える必要があると思ったわけなんですよ。なので普通にこうやってレを含まずに、ソ、シ、ファシャープでやるんじゃなくて、シ、レを入れた状態でファシャープを入れると。そうするとね、その後のメロディーも運指もしやすくなるんで、いいじゃないかという感じで、ちょっとこんなアレンジをしております。で、その後の A に関しても、さっきは、ってやりましたけれども、ここを G on A、つまり G プラス A としちゃって、フォームを共通させてやってしまっているというのがまた一つのポイントです。そうするとね、運指がすげえ簡単になるんですよ。こんな感じで、全く動かないのがわかるかと思うんですけれども。で、その次、ミに行くときに、ちょっとプラスアルファで、こん
んな感じで、ファーラファーファーミーといくんじゃなくて、ファーラファーファーミーと。このフラットナインスというテンションなんですけれども、フラットナインスのテンションをつけて、ちょっとおしゃれ感を出しているというのもやってます。で、その次、D。で、その次、ラーシー。ここは D7 on C を弾いてるのかな。コード名でいくとすると、D7 sus4 on C になるのかな。まあ、こんな音質ですね。ソで、本当はこのね、2弦のシの音と5弦のドの音が、シとドでどうしてもぶつかってしまうので、あまり好ましくはないかもしれないんですけども、弾いてみたところ、別に問題なさそうだったんで、これでよしとしてしまうと。指がね、本当はね、もう一本あればね、その、こう。この D7 を保ったままこのね、ファシャープに行きたかったんですけども、指がどうも一本足んないんで、これも無理だし、この液晶が5指でファの音いいですけど、これもちょっと現実的じゃねえと。なんで、まあちょっと指を離しちゃって、D7 から離れてはしまうけれども、これで予習しようと。見たという感じです。これがそのステップ5です。ちょっとね、どういうことやって思ったかもしれないんですけども、納得いけばね、あ、なるほどねってなるかと思います。ちょっとそのレベルまでね、繰り返し練習が必要かと思うんですが、メモを取りながら頑張って練習してみてくださいませ。ちょっともう一回やってみましょう。ラララシー、ポジションを変えて、パーショーパーと。こんな感じです。で、合間にこのなんか、こんな感じのね、プリングハンマリングとかスライドとか入れながらやると、なんかちょっとこうね、グッと色っぽくなるんで、こういうのも余裕があったら入れていくと良いかと思います。こんな感じで、フリングハーマリングが入ると、ちょっと雰囲気が変わりますよね。こういうのも、まあ、毎回に駆使してやっていくと面白いかなという感じでございます。はい。そんな感じです。ステップ4、5に関してはちょっと難しくなったかと思うんですけれども、なんとなく言ってることは理解できたかと思います。あとはこの辺はね、本当もう経験勝負という感じなので、皆さんの、なんかこうね、周りにあるような曲、好きな曲とか気に入った曲とか耳についた曲とかをひたすらソロギターにアレンジしていて、楽しんでいただければという感じです。ちょっと長くなりましたね。そうですね。あと言えることとしては、そのソロギターに適さない曲っていうのももちろんあったりとかするので、とりあえずチャレンジしてみて、あ、これダメそうだなと思ったら、撤退するっていうのもまたありだと思います。で、ソロギターにしづらい曲もあるし、ソロギターにしても大して面白くない曲もあったりとかするんですよ。まあ、その辺はね、本当もうたくさん弾いてみることです。慣れてくればね、あ、これ多分ソロギターで弾いた方が面白いかなとか、これソロギターでやったらいい感じなんじゃないかなって、目星がついたりとかするんですけども、それまではなかなかね、目星がつかないんで、とりあえずまあやってみて、考えてみて、失敗してみてっていう感じですかね。で、何度も何度もやっていくうちに、そんなステップをいちいち踏まなくてもメロディー下げればね、こうバッといきなり、ステップ4ぐらいまでアレンジできるようになったりとかするので、そこまで頑張って練習してみていただければと。で、さっきキー、この曲はもともとのキーが E フラットだからすごく弾きにくくてなんて話をしてましたけれども、基本的にシャープキー、フラットキーはギターにとってとっても不利なので、できればナチュラルキーに移調してからやっていくと良いかなと思います。C とか G、E、F、G ってやつですね。A とか B とか。B はちょっと、いまいちナチュラルキーとは言いづらいところなんですけれども、E フラットだったならば半音先にして D にしちゃうとか、もしくは1カポにして E フラットで弾くとか、G フラットとかに関しても2カポで E として弾く、もしくは、4カポにして、4カポにして D として弾くみたいな感じで、もしくはその移調して G にしちゃうとか、その辺はまあ本当にアイデア次第なので答えはないんですけれども、そういった工夫も必要になってくると思いますので、その辺は頑張って乗り越えていただければという感じでございます。はい。今日はちょっくら長くなりましたけれども、以上がソロギターの作り方、ソロギターのヒントでございます。
これからいろんなヒットソングが YouTube 上に登場してきて、まあ世間的にか、世間的に登場してきて YouTube 上に歌ってみた、弾いてみた、弾き語りしてみた、そういった方々がたくさん出てくるかと思います。しかし我々ソロギター勢はそこに負けじと劣らず、何々をソロギターで弾いてみたみたいな感じでね、このアレンジしてみたつってこうね、そんな感じたくさん動画を上げていってソロギター盛り上げていきましょう。そんな感じです。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら、バハハイ。